次の時刻は30分後か。また微妙に中途半端な時間だな。宿酒場に戻って一杯引っ掛けるのもやりにくいし。それ以前に勤務中に飲酒はどうかと思うけど。ティオ、どうかしたの？いえ、何か遠くで聞こえた気がして。ん？すみません、センサーを最大にしてみます。少し静かにしていてください。な、ああ。アクセス。すみません、気のせいだったみたいです。いや、それは別にいいけど、最初に聞いたっていうのは一体どんな音だったんだ？それが何かの遠吠えだったような気が。そいつは例の狼型魔獣。いえ、ただの聞き間違いかもしれません。センサーの誤動作という可能性もありますし。どうする？この付近を捜索してみる？そうだな。ティオ、そのセンサーの感知範囲はどのくらいなんだ？そうですね、およそ50セルジュといったところでしょうか。ただ音が風に乗っていた場合、その倍になる時もあります。ふう、そんなにあんのかよ。そうなるとどこから聞こえたか皆目見当がつかないわね。ああ、現時点では気に留めておくしかないだろう。あの、私が聞き間違ったって思わないんですか？え？でも聞こえたんでしょ？私の主観では。そうです。でも普通の人には聞こえない音が私にだけは聞こえた。普通は嘘とか気のせいだって考えるものなのでは？と言われてもな、ティオスケがすごいってのは俺たち全員が知ってるしな。え？それにあなたが嘘をつく理由なんてどこにもないでしょ。まだ短い付き合いだけど、ティオには何度も助けられている。俺たちが疑問に思う余地なんてこれっぽっちもないと思うけどな。すみません、変なことを言い出したみたいです。今のは忘れていただけると。な、ああ、別に構わないけど。おや、皆さん。な、ハロルドさん。もしかして、皆さんもクロスベル市にお戻りに？ええ、そうですけど、ハロルドさんもお帰りですか？ええ、妻と息子へのお土産も確保しましたしね。そうだ、皆さんはバスをお使いですよね。次の発車時刻は何時ですか？時刻表によると30分後くらいですね。一緒に俺たちとここでだべってますかい？ああ、実はそうだな、5人だったらギリギリ大丈夫か。皆さん、よかったら私の車に乗っていきませんか？クロスベル市までお送りしますよ。すみません、わざわざ送っていただいて。いいんですよ、ついでに送るだけですし。しかし、自分の車を持ってるって相当すごいよな。まだまだバカ高いんだろ？このクラスの自家用車なら確か80万ミラくらいかと。80万ミラ、そりゃすごいな。一応貿易商としての仕事の道具でもありますから、バスを使ってもいいんですけど、どうしても時間の融通が効かないことが多くて、去年思い切って購入してしまいました。それ以外にも理由がありそうですね。待っている奥様と息子さんに一刻でも早く会いたいとか。参ったな。なるほど、お土産もまめに用意してるみたいだし。いわゆる
マイホームパパというわけですね。いや、とんでもない。どうしても出張が多くて、妻と息子には寂しい思いをさせてしまうことが多くて。息子さんはおいくつなんですか？今年で5歳になります。まだ日曜学校に入る前ですけど、もう好奇心旺盛で、いろんなものに興味を示しては妻の手を焼かせていますよ。へえ。お幸せそうですね。それはもう。それに私たちは幸せでなくてはなりませんから。え？あ、いや、すみません。こちらのことです。おっと、歩道を抜けますね。右に曲がりますから、皆さんどうかお気をつけて。ありがとうございます。こんなところまで送っていただいて。いいんですよ。それこそついでですしね。皆さん、どうか捜査の方頑張ってください。応援させていただきますよ。ありがとうございます。応援していただけるのなら、今後何かあれば私たちの方に。そうそう、できればギルドより先にな。ちょ、二人とも。もう露骨すぎるわ。たまには売り込みもしとかねえとな。営業活動は大事です。わかりました。もし困ったことがあったら遠慮なく相談させていただきます。そうだ、皆さんはこんなものはお使いになりますか？警察の方には不要かもしれませんが。これは市内の地図みたいですね。先月から観光客向けに取り扱っている商品なんです。よろしければ皆さんも使ってください。これは確かに市内を見回るのに便利かもしれません。ハロルドさん、ありがとうございます。活用させてもらいます。大したものではありませんが。それでは私はこれで。皆さんもお仕事頑張ってくださいね。すごくいい人だったな。そうですね。お人よしのレベルはロイドさんに匹敵しそうです。あのな、ま、それでも貿易商をやってるくらいだ。ただお人よしってだけじゃ務まらないと思うけどな。でもハロルドさんは地場産業ときちんと協力しながら堅実に商売しているみたいね。クロスベルの貿易商は国際取引で荒稼ぎをする人が多いって言われているけど、そんな中では貴重な存在かもしれないわ。なるほど、そういうもんか。ああいう真っ当な人もいれば、ルバーチェ商会みたいなのもある。それが今のクロスベルか。ええ、そうね。だから今のクロスベルの全てがダメってことはないと思うの。ああ、俺もそう思うよ。さてと、昼過ぎか。このまま次の目的地に行こうか。ええ、セイウルスラ医科大学ね。確か南口方面ですよね。ああ、このまま南にまっすぐ抜ければバス停がある。30分ごとにバスが出てるって聞いたことがあるな。へえ、そいつは便利だな。まあいい、とにかく行ってみようぜ。ああ、医科大学か。やっとセシル姉に会えるな。